内田秀樹さん、積み木の部屋。いつの間にか君と暮らし始めていた。西日だけが入る狭い部屋で二人、君にできることはボタン付けと掃除だけど満ち足りていた。やりきれぬ寂しさも口もお互いのぬくもりで消した。もしもどちらかもっと強い気持ちでいたら愛は続いていたのか。かじりながら語り明かしたよね。愛はあれからどこへ。600